メスペッチひなちゃんイムポンタ4人をしてプチーナフレンズプチーナレンズ。はい、ところで今回100番生活カストパート42やっていきたいと思います。42やば。急に英語英語にすんの気持ち悪い。さあ、じゃあ今回は待ちに待ったひなちゃんお願いします。みなさん、ちょっと待ってよ、お前さん、なんで毎回立つの。お前なんで空席作んないようにしてくれるためだよ、これ。ちゃんと真ん中寄ってるのに俺。ああ、そういうこと。ちはなお。はい、今日は待ちに待った何でしょうか。待ちに待った、行きましょう皆さん、せーの、チュッカチュイ、チュッカチュイ、チュッカチュイ。前回もやった、あ、ティックアティ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 、イエーイ。今日は10月31日ハロウィン。はい、そうです。で、まあ本日ですね、ハロウィンということでお菓子をもらいに行かなきゃいけませんね。はい、お菓子で、前回ハロウィンパーティーするためにパンプキンパイを隠してそれを探そうっていうミニゲームを二手に分かれて作ったの覚えてますか。覚えてます。はい、覚えてます。なので今日はそれをやってハロウィンパーティーをしたいと思います。ハロウィンパーティーだ。この生活はみんなで作ったすべてのものをパート100で必ず爆発させる。その名も100爆クラフト。さあ、まあじゃあ前回ね、その二手に分かれてイムプチで一つのハロウィンミニゲーム、そしてポンヒナで一つのハロウィンミニゲームを作ったということで、お互いのミニゲームをお互いでやっていきたいっていう感じですよね。ちなみに結構謎解きが多いんで、それを踏まえてちょっとどっちからやるか決めます。いや、どのレベルの謎解きかちょっと怖いな。いや、できるかな、みんなに。魔法陣作れって言われるかもしれない。悪魔召喚でもする。悪魔召喚広場みたいになってるじゃん、ここ。確かに召喚されそうだわ、これ。さあ、じゃあここがパーティー会場なんですけど、まあまだ何もないというか、ご飯がないので。そうなんですよ、はい、なんで、あのお菓子をね探しに行かなきゃいけません。どっちからやるか。うちなんか、あの結構真面目な感じだよね、こんちゃんね。うん、めっちゃ真面目っすよ、こっち。うちは寄せ集めセットみたいな。いや、寄せ集め。あのお菓子、いろんなお菓子入ってる袋みたいな感じ。あのクリスマスのブーツみたいなやつ。そうそう、じゃあクリスマスや、うちら。うちはクリスマスの方やん。うちらの方からやってもらうか。そうだね、クオリティ高いの残しとくか、じゃあ。うん。あ、え、待って、ちょ、意味、ちょ、待って、一個思いっきり忘れてんのない。何？最初の本。あれ書いてないよ、お前。俺書いてないよ。ゲーム始めらんないじゃん、これ。おい、お前ら。ちゃんとやっとけって。ちょっと待って、持ってくる。ああいう、あるある、羽ペン。じゃあ、お前書いて。オッケー。じゃあ、今が書き終わったら、君たちにその、スタートの本を配るので、その本を見て、ゲームを始めてください。オッケー、オッケー。了解です。楽しみなのは、どんな感じになってるんだろう。今が書いてくれてる間にちょっとさ、時間あるから、ちょっとポンタ、あのホンテッドマンションのモノマネして。ホンテッドマンションのハロウィンバージョンで。ハロウィンバージョン。じゃあハロウィン、多分いつもより多分賑やかになってるんですよ。99,999 人の亡霊たちが君たちを待っている。でハハハハハ。待って、黒ひげいる。しかも9999万だっけ、あれ。そんないたっけ。違うよ。じゃあ9億9999万。いや、お前、そういえば仮装しないんすか。お、え、仮装しようよ。そうじゃん、仮装しようよ。あ、そうじゃん。そういえば仮装って言ってましたよね。ちょ、じゃあちょ、スキン変えてくるか。よし、変えてこよう。よし、お前ら仮装できたか。仮装できたよ。できました。お前やば、変態やん。全身タイツ。あ、なんかあれいる、巨大注射針持って追っかけてくるナースいる。いや、違う、普通に可愛いナースだわ、これは。あのホラーのやつじゃなくて。ホラーじゃない、あの渋ハロにいる方。あの、あっちの方かよ。さあ、じゃあ座ってください。え、ちょ、ツッコミどころ、ツッコミどころ、見て。なんか、なんすか。キモすぎるんだよ、もう。肌もちゃんと色塗ってきたよ、俺。元からこんなんだって。何が変わった。いや、変わってはいるって。何も変わってなくない。いや、変わってる、めっちゃ違うって。イムさん、なんか真っ白で、何それ、鎧？こ、包帯だよ。違う、あれだ、あの、なんだっけ、あの、リボンの服。何、リボンの服って何？リボンの服って何？あの、よくアニメとかの、で出てくる、あの、エッチな描写の、リボンの服じゃなくて。私をプレゼントみたいな。あ、エロい服着てんの。なんだ、お前も渋ハロ側か。すげえ。ちなみに俺これハイチュウの仮装。
よし、さあじゃあ座ってください。はい、今日ハロウィンですということで、私たちからのこのハロウィンミッションをじゃあ見てください。はい、いただきます。じゃじゃん。この拠点に隠れているカボチャマンを探せばパンプキンパイを見つけられるだろうって書いてあります。その通り。カボチャマンだってポンちゃん。カボチャマン。そう、カボチャマンを探す。カボチャマンじゃねこいつ。本当だ。こいつカボチャマンだね。ちげえよ、ハイチューマン。ハイチューマン。ハイチューマンってな。ハイチューマン。おい、やんのか。おい、ハイチューマン怖。お前ハイチューマン。じゃとりあえずカボチャマン探しに行くか。ポンちゃん、カボチャマン探しますか。じゃあやりますか。よーし、スタート。でもカボチャ系めっちゃいっぱいいるからな、人。でもさ、防具盾ついてるやつだからあの人たちだと思う。あ、なるほど。この辺のやつら、カボチャマンじゃない？なんか入ってたりするのかな。なんかあるかな。とりあえず盗む。いや盗むなって、俺の店だからこれ。いや、なんもないね。なんもないな。まあ、別居団にいるとも限らないけどね。え、このエリアじゃないんすか。まあ、この全体だからね。最初は別居タウンからスタートねって約束。どこ行ったのこいつら。え、だ今スタートだよ、今ここ。そう、スタートで。そういうことじゃなくない？違う違うよ。それおかしくない？どういうこと？一問目は別居タウンだよ。あ、え、そういうことなの？スタート地点がここって話じゃないの？違うよ、最初は別居タウンから始めようねって、一問目は別居タウンねって約束だったじゃん。おい、そうだよ、イム。おい、お前。やば、こいつら。やってんな、こいつらな。だって大嘘つきだもん、今。はい、じゃあ探してください。あー、もう出るしかないやん、こんなん。ねえ、行こう。さあ、果たして二人は見つけられるのか。だから嫌なんだよ、このポンコツ組と一緒にやるの。まあ、これもね、まあパーティーの醍醐味だよね。そう、醍醐味醍醐味。何が？ドッキリ要素があるっていう。しかもなんかヒント何もなくカボチャマンだけだと結構えぐくない？うん、結構カボチャマンってどんな見た目してんのかもわかんないからな、ね、意外とでもそんなに難しくはないけどね。いや、そう、中身はね別に難しくはないから見つけられればって感じなんだよね。なるほど。じゃあとりあえずちょっとポンタイなんか面白い話しながら探してよ。いや、おかしいだろ。むずいってこの流れで面白い話するの。さあ、頑張って探してください。パッと見なんもないけどな、まだ。まあ、あの、何かがあるところにいる。いや、そう、結構ねわかるよ、近づいたらわかる。いや、なんかポンちゃんね、ちょっとうちらの思ってるのと違うね、これね。あ、そうっすね。カボチャマンを探すヒントの謎解くみたいな話かと思ったら、総当たり戦だから。総当たり戦だから。これうちらの方を最後に残して正解だったかもしれないね。そうっすね。もうちょっとまともにやってるよ、うちら。まともだけどな、これも。いや、まともじゃねえだろ、どう考えても。何のヒントもないよ、だってこれ。え、もう戻ろう、ポンちゃん。ない、これ。あ、そうっすね、この辺はなさそう、普通に。早く行け。痛い痛い痛い。あ、ほら、ちょっとこっから見ればね、分かったりするよ。いいか。あ、カボチャは見つけたな、ポンちゃん。あ、マジっすか？なんかありました？ポンちゃんどこにいるの？俺今回収しましたアイテムを。そっち行きますわ。ね、ほら、ポンちゃん見て、なんかあそこカボチャない？お、え、本当だ、なんかある。なんかオレンジのあるよね。カボチャな気がするぞ。だよね、あそこ行ってみようよ、うん、行ってみましょう。さあ、二人は動き出し始めた。お、ついに1体目見つけたか。あれがカボチャマンだとしたら、もうあそこにもしかしたらあるかもしれない。あ、もうそんなわけねえだろ、お前。簡単すぎだろ。お前、そんな2分で準備終わるわ。え、これ一番上か。 お、なんかいる。なんかいるよ。ようこそカボチャの試練。一応取るな、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 取るな。カボチャマンいなくなった。どこなの。はい、ここか。そう、まず第一のカボチャマンはここです。え、これ何、もしかしてずっとカボチャマン探す。カボチャマン探し始まった。怖くないわ。読んでみるか、本当。一旦読みましょう。はい、カボチャマンクイズ、謎々を解いてその場所に行け。あ、こっから謎が始まるのね。あー、始まった始まった。行くと3連敗してしまう場所ってどこでしょう。ほう、なるほど。さあ、難しいよ。3回負ける場所ですね。3回負ける場所。え、ってことは3がつく施設探せばわかるよ、きっと。あ、そうっすね。おー、なんでそれは。あいつ今日よく落ちるな。違う、落とされてるんだって、毎回。16に弱い体質なのかもしれない。違う、どういう体質それ。ニュートン体質だよ、知らないのお前。え、かっこいい。あ、わかった、ポンちゃん。本当に。早っ早っ。あ、待って、わかったかも、俺も。わかった、わかった。天才。じゃあせーので、その単語言う。3回負けるがなんだかを。あ、オッケー。いくよ、じゃあせーの、3敗。
いや俺知らないよ。いやいや、なんでなんで、イム考えたんだ、俺知らないよ。だから参拝するから神社ってことだよね。神社っすね。あんまそうとも限らないけどな。あー言ってじゃあ行きましょうか、ポンちゃん参拝しに。きっとここだね。いやそうっすね、さすがにここだろ。え、合ってんのかな。合ってたら頭いいね。はい、じゃここで参拝。パイパイ参拝参拝そんな参拝あるかなんかあるか。入ってみればいいかな。いやそうっすね、ないね。周りはないな、一旦この下は降りてみますか。さあ見つけられるかな。なんもない。え、なんもないことある。そこのチェストとか。あ、でもチェストの中もなんもないな。あ、なんかあったよ、ポンちゃん。わ、ほんとだ、なんかある。見つけてしまいましたか。紙が4枚入ってます、神社のお賽銭の下に。え、なにこれ。たきしんって書いてある。なに、たきしんって。まあ、遅くで言うとそれは暗号、それを集めていきます。そういうこと。え、じゃあこれ持っとくか。うん、一旦持っとくってことか。さあ、ということで第1のかぼちゃマン試練クリア。第1のかぼちゃマン試練って何。え、なになに、どういうこと、どういうこと。じゃあ、イムが返したやつの本に書いてなかったと思うんだけど、あのかぼちゃマンは全部で4体います。いやいや、どういうこと。4体探しながらやっていくってこと。そういうことです。4体を探してください。なるほどね。ポンちゃん別居いる、これ多分1体くらいはいるな多分さすがに別居に1体いなかったらルールガンムシバカ野郎たちだからマジでバカ野郎だからまあでも、まあ、俺もねいると思うんだよ。それはね、あのアフリカにアフリカ族がいるみたいな、日本に柴犬がいるみたいな。そうだよね、別居タウンにはカボチャマンがいるよね、うん、そうだよね、うん、うん、いるはずだな多分。じゃああっちで待ってよね。そうだね、向こうで待ってよか。あっちで待ってるおい、あっち行ったぞあいつら。あの謝るなら今だよお前ら。だってスタート地点がそこだと思った。なんだもんだってじゃあいないのね。いるわけねえだろそんなところに。なあいつらおかしいだろ。おアフリカにアフリカ像いるわけねえの。何言ってんだもん。いるだろ。いや、いるだろそれはじゃあ4体いるんだったら結構丁寧に見てった方がいい。いやそうっすね。でもなんかさっきみたいな感じで見える位置に置いてってるのかもしれないね。うん、全然ありそう普通に。じゃあポンタ君村人のとこ行くか。そうっすね、あっちまだ見てないから。確実に1体はいるよねあそこ。うん、さすがにいるでしょう。まあ、でも楽しいでしょ。いや、うん、ギリギリねギリギリだいだい。じゃあこっからもっと面白くなってくるから。いやそうそう、あこっからだんだんね。なんかあるよ。いやほんとだ。え、なんかある。なんだあれ。おい、いるかぼちゃマン。あー見つかった。すごい、ここにいるんだ。第2の試練でございます。え、読んでみます。はい、かぼちゃマンゲーム、塔の上からアスレチックをプレイしてゴールにある暗号を入手しろ。なるほど、アスレチックか。この上にアスレ、あれだね。行くかぼんちゃん。うん、あれっすね。さあ頑張ってください。アスレチック、下手くそなポンタにはクリアできないかもしれない。あ、うざよしよし、なんでミカン、おーやる。え、でもなんかさ、これ超えた先にポンちゃんチェストある。あ、マジっすか。いや、てか柵か、むずいな。さあ結構難しいですよ。あー超えるわ、むず。そうなんだよ、結構ねシビアなんですよ距離が。これポンちゃんあれだ、なんかダッシュジャンプ全力で行くと超えるわ。なるほど。これ、ここの柵はフェイクで、こっから飛べばいいんだよ。あ、そういうこと。お、頭よ。おー、気づいたぞ。ほらね。え、本当だ。うわ、こうやればいいんだ、こうやればいいんだ、こうやればいいんだ。これでここまで来ましたと。順調に進んでる、ひなこ。え、うまっ。さあ難しいやつですよ、ひなこちゃん。回り込んではしごがあるんだね。おい、川の向き統一しろよお前らこれで回り込んで向こうのはしごにとりあえず着くと。やってみよう、うん、ちゃんとむずいやつだな。クリアできるか。はい。あ、惜しい。あー惜しい、惜しい。いけそう、いけそう。俺も一旦そこまで行きたい。本当は望み薄いな。いやいや、薄くない薄くない。ほら一旦ここまで来た。おお、いいね。でこれ反対側にあるんですね。あ、なるほど。そう、よし行きますよ。はっ、おお、うまい、一発天才かよお前。できたできた。さあそこからはかなりむずいですよ。なんならこっちの方が俺苦手なんだよな。
いきます。はっ、あーはーい、残念。ほんとお前、そう。さあこのアスレチックはイムが性格悪い感じで行こうぜって言って柱にするっていうね。うわゴミやん。いやいや、お前が全部鉄格子で行こうぜって言ったんだろ。うわゴミやん。あ、うまい、開こう。オッケー。さあラスト関門、その名も鉄格子階段。これ登ってくのね。そうですよ。ほい、二つ目クリア。お、うまくね。え、マジっすか。三つ目クリア。さあそこを飛び越えていく。待って、遠。あ、遠いんだ最後。さあそこは4マス。ほい。鉄格子の4マスって結構無理の無理じゃない？めっちゃ距離あるやん。さあコツが必要なんですよ。最後は1個手前からダッシュでポンポンって行くといけるんだよね。そういうことか、勢いつけちゃうのか。あ、いやじゃん、そこをピョンピョンで、もうそっからピョンピョンって。1マスなのに本当に頑張れ。ほ、無理だよ。さあ、なかなかクリアできないですね。違う、アスレ苦手な二人にやらせる難易度じゃないよね、ちょっと。今ちょうどよく楽しくないよ、ちなみに。難易度調整する？いや、全然あり。結構無理かも。結構むずいぞ。しゃあねえな。はい、あざーす。これでいけるだろう。おー、優しくなってる。これありがてえわ。あ、これはいけるわ、さすがに。難しいの最後だけだね。いや、そうですね、最後の距離長い場所だけ。これで、こう。あ、OK、届いた。ポンちゃんもおいでおいで。俺も今すぐ行きます。そっちめっちゃ後ろからで、ダッシュジャンプで。オッケーオッケー、行きます。もうちょい惜しいよ。でもチェスターあるから開けるね。はい、3個紙が入ってて、たとちっちゃいよとちっちゃいつ。さあこれで暗号ゲットしましたね。これで、ちなみにかぼちゃマンは4人じゃなくて3人ですよね。で、謎が4個って感じやね。なるほど。あと1体ですね。さあ第2ステージクリア。これで今タが2枚ある。タが2枚。なるほど。私このヒントだけで。マジっすか、もう。嘘でしょ。ちょっと、それでいけたらめっちゃ面白いけど。それでできちゃったら俺が頑張って作ったやつ無駄になるっていう。一番頑張ってたからね。このね、枚数入ってるんだよね。なるほど。ちっちゃいつとちっちゃいよが使い方だな。いやだ、マリカまだ。いや、きついかもな、まだ。じゃ一回回収しよう。いや、そうっすね。いや、なんか全部揃えてようやくマジ難しいけど解けるなぐらいの。ひなこちゃんなら多分解けるだろうなぐらいの。いや、そうだね。あ、そんな難易度なんだ。いや、たが2個出てくるので、ある単語だとなんちゃらたたきとかワンチャンあるよね。モグラ叩き。お、なるほど。まあかぼちゃマン探してみるか。いや、そうですね、一旦探しましょう。大本命モグラ叩きかな、一旦。あいつなんか推理し始めたぞ。危ない危ないな。だけどどっかで見たかな。あとどこあるんだろう。家のところはもう多分ないじゃん。てか室内結構見たくない？美術館行ってみます。あり。さあ美術館をくまなく探している二人。いるか。なんもないんだよな。かぼちゃマンだよ、かぼちゃマンだよ。いや、そうなの、あのさ、あ、オレンジと思ったら、プチュースさんなんだよね。あ、無敵だあ、痛い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 。ちなみにポンちゃん、この上の階上がったらいたよ。あ、マジっすか。ほら、あ、ほんとだ。わー、3体目のかぼちゃマンを。最終かぼちゃマン。でもさ、ここのかぼちゃマンなんかかっこいいね、ここにいるの。うん、めっちゃ位置が。見てみよっか、ポンちゃん。はい、見ましょう。ほい。え、かぼちゃマンクイズ。この美術館に一つだけあるボタンを押せば暗証番号がもらえるだろう。ボタン探しだって思った。よー、な、おもろ。さあ、最後はボタン探しです。さあ、始めてください、スタート。じゃあさ、下下がって見てみよっかな、私。あ、オッケーです、わかりました。どこあるかな。でもさ、なんか壁の素材的にさ、白樺のボタンが一番隠れるよね。うん、そうっすね。いや、こいつらのことだから、こういう壁とかにね、やったりもするでしょう。いや、人読みしてくる、あいつ。なかったポンタ。こっちもないな。え、むずくね、結構ちゃんと。そうなんです、意外と難しいんです。ワンチャン木。いや、そう、それあるんすよね。わかるよ、木でやろうと思ったんだけどね。無理だった。無理だった。あ、ヒントだったの。言っちゃうのかよ。めちゃ
っちゃヒントだったな今。ポンちゃん、はい、ありました。ちょそこの海ダイブして、その海ダイブして。はい、ダイブ。ちょっと待って、なんかあるぞ。これさ、際どくない美術館にある判定。これ美術館にあるって言っていいのこれ。え、美術館じゃん、だって敷地内だし。いやまあそうだね、うん、まあ、ギリギリか。いやまあ、まあ、まあギリ許そう。これだな、ポンタ押すか。いやそうっすね、絶対これっすね。え、なんか怒るかもか、だからちょっと。うん、どうなるんだろう。ね、行きます。はい。え、おお、チェスト、チェスト出てきた。カイロ組んでるお前。はい、ということで全てのカボチャマンの試練をクリア。やったさあどうぞチェスト開けてください。開けます。オープン。プン。さあ3つ、うとべとのです。もうなんか結構微妙な文字出てきたな。さあそれらを使って場所を導き出してください。じゃあちょっと考えるために広いとこ行こっか。そうっすね、一旦。さあ問題解けるかな、ラスト。いやーなんだ。オッケー、ここのチェストで入れるわ一回。まず作れる単語で、このさ、べべって結構、いやそうっすね、限られてるよね、べの入る文字って。べでできるのだと便器、便器、便器は。あ、便器いいだろ、便器どこにも。でもこれべがの使い方だよね。いやそうっすね、べって何があるんだ。これで小便器。こうだな。例えば動詞で食べたとか。あー、ありそう。食べた、昨日食べた。誰が誰が。しょ、うん、しょ、昨日食べたしょ、うん、ポンちゃんこれは正解だ。たたきは。あ、そうっすね、うん、たたきありそう、マジで。てかまずこのさ、ちっちゃいよがつくのはしかきくらいっすよね。おお、なるほど、いい線いってんじゃない。じゃあまずしょは正解か。うん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 、しょか、昨日じゃなくて今日。そういうこと。今日になった。一日増えた。しょだったらションありえないよね。うん、ションはないかな。ションベンになるもんだ。うん、ションベンになるから。お、待って、これじゃない。ショウベンのたたき。意味わからん。あれだね、今意外といろんな文字になるね。ね、これ案外ちょっとすぐ分かっちゃうかなって思ってたけど。待って、ちょ、分かったかも。おー、マジっすか。ヒントっぽくなりそうなのはなんちゃらの下。あー、なるほど、ありそうだな。別居タウンだなこれ。あ、ほんとだ。え、ほんとだ。おー、なんと、ヤオちゃん単独で思いついた。さすが。いや、すごい。あれ、ポンタいた。いや、いたいたいた。頑張って、俺も一応。え、ポンタの声途中から聞こえてなかったんだよな俺。聞こえてはいたでしょ別に。ということですね、ポンちゃん読んでください、これ答え。ポンちゃん何もしてないんで。じゃあ読みます。答えは別居タウンの下です。じゃあ参りましょうか、別居タウンの下に。よし、行きましょう。面白これ。いや、別居タウンの下に行けばいいから簡単だね、ポンタ。これはうん、簡単っすね。じゃあ行きましょうか、ポンタくん、捜索するか。よし、下ってことはこの海ってことかな。そうっすよね、単純に考えると。まあでもプッチンところかイムさんのところ二択と思うよ。俺イムさんの方行ってみようかな。じゃあプッチンとこ見てみるわ。別居タウンの下でさ、海の中だったらちょっと納得できないよね。うん、納得できないな。なんで。だってエリア外だもん。え、でも下だから別にエリア関係ない。これ海だからポンタ。こいつら海なんかあるぞ。探せ探せ。待って、なんかある。お、見つけた。お前エリアエリアの中ねって約束でやってるじゃん最初。エリアの中、エリアの中。お前らこれはエリア外だろ、どう考えても。違うよ。なんかあるけど何でもねえなこれ。なんだよそのトラップドア。よくよく見てみ、よく見てみ。ほらこれ。何あれ。なんかブロック違くね、ほら。一応お前掘るはなしだよ絶対に。違う、宝探し的な感じでやろうよほら。もう結構全体的に違うな。全部ルームから地層が強いってなんか。あ、ほらほら、なんか見て、ほらほら、なんかあるよ。はよ、開けんかいお前ら。もう文句ばっか言ってねえで。開けます、開けます。はい、はい、あとあとキンパイ。やったー、1個ずつ取って。ということで第3賢者のカボチャマンの試練を乗り越えたということで、君たちはカボチャのパンプキンオンパイを入手成功。イエーイ、おめでとう。いやでも普通にめっちゃ面白かった。いや面白かった、めっちゃ面白かった。めっちゃ楽しかった。あの文字並べ集めて並べる形式良かったね、すごいね。めっちゃ良かったっすね。いや良かったでしょう。いやお前、俺が考えたよ。いや違う、あれは俺が考えたんだよ。違う、あれは俺が考えたんだよ。いや違う。
じゃあまあじゃあ次じゃあそちら側の試練をやりましょうか。はい、じゃあまあ無事こっち手に入れたということで、お二人にはですねこんなものをしていただこうかと思います。おい、本もらいましたぞ。ちょっと読んでみるわ。なんて書いてある？はい、この拠点に隠れているカボチャマンを探す。違う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 、俺たちなのそれ。もう一回やる今の。違う、これじゃない、これじゃない。違う違う、俺たち答え分かってるけどな。間違えた間違えた、これこれこれ、こっちです。はい、今日は楽しい楽しいハロウィンパーティーだけど足りないな。そうだ、伝説のパンプキンパイがないとパーティーに参加できないんだった。急いでパイを探さなきゃ。慌てていたら突然声をかけられた。トリックアトリート、四つ目のお化けが話しかけてきた。何か知ってるのかな。面白かったこの小説。まあ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 、このね文章からね、まあだから4つ目のお化けを探してそこに何かあるってことだよ。さあ始まりました。あった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 、ほらあそこの黄色いやつ。どこ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 。おーおー、なるほど。なんでだろう。多分これだ、ほら。え、これ4つ目？ポンって4つ目あるの。後ろにもあるし目。え、俺後ろに目あるの。あー、なんかあるよ本当に。本当じゃん。なんでだよ。え、ペンさんなんでここに来たの。え、わかんない。で、ポンタが4つ目の怪物って言いたかっただけ。おい、ふざけんな、ちゃんとやれって。ちなみに正解なんだけど、4つ目の理由はこっちに来たらわかります。あ、なるほど、帽子のひよこの目も合わせるってことか。正解。あ、じゃあ本当に4つ目のお化けだったんだ。俺すげえ天才だ。なんで謎解きじゃなくて山間で行くんだよ。企画が崩壊するだろ。じゃあこういうテイストなんでちゃんと考えてやってくださいね。わかりましたか、チュートリアル。はいはい、わかりましたわかりました。じゃあどうぞどうぞ。全くもう俺こいつのチーム嫌なんだけど。かわいそう。いや、もう簡単簡単やね、なんかね普通にね。まあじゃあ簡単ならどうぞどうぞどうぞ。それあで今読んで。じゃあ、はい、伝説のパンプキンパイだって。うん、知らないな。でも西向く侍なら何か知ってるかも。ちなみに僕は西向く侍じゃないよ。ちょっと持ってくかこれ。あ、まあまあ持ってってもいいよ持ってってもいいよ。西向く侍だって。西向く侍。あお前何した、何した何した。え、何何何何。おい、こいつ全部消して草生やしてるぞこいつ。おーい、こいつやば。いや、ポンちゃんポンちゃん、これちょっと書き換えて。あ、オッケーです。でも大丈夫、西向く侍だよ西向く侍。まあでも西向く侍が多分重要だよねこれ。西を向いてる侍。普通にマイクラ内で東西南北分かる方法って何かあんの。 F さん一個でも分かればいいよ、東か西かみたいな。やっぱ思ってた通りだね。いや、そうっすね。いや、頭が悪いな。あ、じゃあこれ多分ね、西向く侍って西のことじゃないよこれ。じゃあなんだ。こいつらバカだからやっぱ知らなかったねこのワード。いや、額がないっすね。これは、教養の方の話なので。謎解きとかじゃないっすよ。あー、なるほどね。あれか、1年のうち31日までない月を覚えるための言葉遊びで。急に饒舌になったこいつ。だから西向く侍の、待って本もう一回見せて、書いたんだっけポンタが。これ開業してないからめっちゃ読みづらいよ。本当だ、だる。いや、お前が消したんだろ。お前書いたんだから言うな。お前ふざけんな。やばいって。なになに、ん、さっきの本だっけこれ。え、違うの。確かに俺は西向く。お前返し返し。西向く侍ではあるもんだって。バカすぎだろお前。次のやつじゃんこれ。ちょっとグダグダすぎでしょ。ちなみに西向く侍は2月と4月と6月と9月と11月。え、結構あるな。まあ一回これ読んでみるか、もう一回。あ、西向く侍が知ってるってことか。いや、もう一番最後の文もちゃんと読んでね。ちなみに僕は西向く侍じゃないって。だからこいつ31日だ。ポンタは31日。あれ、ポンタお前何月生まれ。俺1月生まれっすよ。あ、誕生日月。こいつ31だ。だからひなこちゃんは3月だから31で、ふっちも3月で31。お前1じゃね。いや、俺2月だから29までしかないんだよね多分。28か。じゃあお前のこの家だよ。おお、なるほどな。西向く侍ってそういう意味だったの。いや、造語じゃないこれ。あれ、おい、怖お前さ。無言で殺すなよお前。いや、ペッサンペッサンちゃんと見た？何が？え、俺はしご立ててないけど、はしごあるよ。でも壊すはなしでしょ。でも壊すはなしで、さっきひなおちゃんたち言ってたでしょ。あ、でも確かに。じゃあこれ本当
当は開けとく予定だったんだけど、撮影前に開け忘れてた。あ、でもプチプチ下なんかこっから入れる。あ、そうだ、下からも入れるようにしてたんだ。そうだそうだ、そういうことか。なるほどな。下から行けばいいの。これだけ。いやいや、ニワトリ。滑舌悪すぎてニワトリになった。よし、じゃあこれ絶対これあるだろう、なんかしら。行ってみるか、上に。さあ、どうだ。なんかある上。あ、なんかあったぞ。何ある。本ちょ、読んで。はい。さっき見たやつだ。それだったんだ、次の問題。まあ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 、まあ、ちなみに RPG だと思ってやってくれると今回。あ、なるほどね。さっき最初は三つ目のお化けにお話聞いてなくって、今度西向く侍にお話聞きに来ました。あー、そういう感じか。確かに俺は西向く侍だが、伝説のパプキンがどこにあるかわからない。だけどあの王様なら全てのものを持っているだろう。でも気をつける、王様は俺のことが嫌いで、いつも俺にだけ見えない場所に隠してしまうからさ。王様、まあ、王様って言ったら一つしかないよな。何、そこ王冠かぶってんのにそこに言うだろうか。あれ王様なの。でもなんかそこに行くだけじゃなんか見つからないみたいに書いてあるけどね。隠してるって言ってたよな。まあまあ隠すがね、どういうことだからね、ちょっとね。まあ一旦行ってみるか。そうだね。上登ってみる。でもなんか変わってんのかな。上行ってみるか。うん、なんか全部大体中からみたいな感じっぽいから。これなんか出題してるが楽しいね、ポンちゃん。うん、おもろいっすね。なんかアホたちの挙動を見てる感じ。上もない。え、ないない、なんもない。外は、でもこれ壊してもあれっしょ、壊しちゃいけないもんね。もうそっか。だから多分肩とかには何もないんだよね。え、西向く侍が俺ってことは俺から見えないところってことだよね。おー、イムさんちょっと IQ 高めかもな。うん、頭いいかもしれないな。いや違う違う、イムはバカだから見えないんだよ最初から。イムさんにだけ見えないところを探すにはどうしたらいいと思う。いやもう俺ね、もう分かったわ、めっちゃ簡単だわ。俺の推理聞く。おー、いいよ、聞かして。イムにだけ見えないイコール、ん？何？でもちなみにだけど、この初見台なんでこんなとこにあるんだろうね。なんで真ん中じゃないんすかね。あ、分かったかもしんない。お、分かった。おお、ついに分かったか。分かったわ。プチここに立って、でプッチが王様ってさっき言ってたじゃん、自分王冠かぶってるから。おう、でこっから見て見えない場所だから、神社とかなんかあっちの方なんじゃない。あ、じゃあ美術館か神社だね。だよね。じゃあ神社かポンタの家か美術館に行ってみる。よし行くぜ。え、でも待って、プッチ神社には多分ない。なんでわかんの。だってさっき言ったやん。おー、なるほど。さっき見てどこにもなかったから多分神社にはないよ。いや、わからんよ、あるかもしれんよ。この辺とか見てないもん、裏側。あ、まあちょっと外を外周するわ俺。じゃあさあ見つかるかな。ちょお前邪魔。いや、死ぬ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 、やめな。んで襲われてんのお前。あいつ邪魔してくるんだ、あいつ。じゃ立ってたら落とされたんだって。ないな、ここ。よし、美術館行こうと。じゃ、だからないって言ったやん。ポンタの家は、ポンタの家、ポンタの家もね、隠されてるからな。ポンタの家行ってみるわ。どうせ一番上だよこれ。アホは大体一番上に隠すんだって。まあ、バカは高いところに登りたがるって言うからな。まあでもバカのために高いところにしてる可能性あるから、ね。うん、まあ、それはある可能性。俺めっちゃ低いところ大好きだけど。それもキモいけどな。もう図まで低いから。いや、これ美術館かこれ。いや、でもぽいな、もうないよなこいつの家。いや、美術館だ、美術館だ、絶対美術館だ。 100% 美術館なことがあるわ。あいつずっと根拠がないんだよな。謎の根拠で毎回。いやマジで根拠あるよ、根拠あるよこれ。ちゃんとしっかり。あ登れた。あ、終わった終わった。そんなことするから。美術館だって、美術館だって、これ絶対。早く戻ってきて、行くよ。いや、これね、分かってしまったんですよ、もう。何何、ちょっと飲み、水飲もう。いやいや、おい、ねえ、この人嫌なんだけど、やる気ない、この人。ねえ、おかしいよこの人絶対。何何、ポンちゃんどうしたの。ね、ここ休憩室として使ってる、あの人。おいさ、お前。休憩室ないの。あ、ほんと、なんかあるぞ。お前さ、ちゃんと見つけろって。よし、本読んで。はい。まさか王様の秘密の部屋がここにあるとは誰も思うまい。伝説のパンプキンパイは俺だけのものだ。だけど俺は世界一のバカだ。どこに隠したか忘れないようにメモに残しておこう。誰書いたやつぶっ壊しちゃうぞこれ。王様プチプチイコールバカってことだよねこれ。トリックオアトリート。ラッパーの音が聞こえたら、プリンが好きなお化けたちタンバリンを叩き出し、ワーテルローが踊り出
ますよし、これで安心だ。あ、俺も一瞬で分かったわ。おお、これ多分俺も分かったな。でこれだから一旦トリックアトリートって言ってる声を探せばいいんや。声を探す。おお、すごいすごい。こっち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 。どこ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 。こっちこっちこっち。まずね、必要なものがあるんですよ。なんだろう、必要なもの。これ追加要素ありなのこっち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 。絶対ね、これだ。マジで分かった。なんだ。おこれ使うんだよ絶対。スノベを何に使うの。使ってどうする。トリックトリーってほら。だからトリックアトリート、ラッパの音が聞こえたらプリンが好きなお化けたち、トラップタワーだ。何何ゆえ何ゆえ。それ縦読みでしょ。縦読みでトラップタワーだ。あー、そう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 、縦読みで。よし、じゃあトラップタワー行くぞ。さあ、バカなプチプチ王様が残したヒントを見つけたらしい、こいつらは。よし行くぜ。バカだから二手に分かれた。二手になったな。なんでお前そっちから行くの。え、トラップタワーこっちだよ。トラップタワーこっちでしょ。え、トラップタワーこっちじゃないの。さあ、どっちが正しいのか。あれゴーレムタワーの方行ってんのあいつ。これもトラップタワーだよ。こっちじゃないのかな。あ、カボチャある、カボチャある、カボチャある。本当に向こう。あった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 。マジでそっちか。ちょ、今行くわ。なんかあります。あ、これあれだ、畑の明かりだ。おお。よし、じゃあトラップタワー行くぞ。あいつザル、マジで多分あっちの方が正解だ。でも俺もう一人でやりたいこれ。さあ、このトラップタワーの上に何かがあるってことだよな。まあでもあれだね、問題やっぱバカって書いてあったから簡単だったね。これはそう、バカだからね。いや余裕だったな、一瞬で分かった。一瞬でお前角笛使うとか言ってた。一瞬じゃねえだろ。なんかあるな、ほらここに。あ、本当だ、アスイチックっぽいぞ。下か、これじゃあ。アスイチックだ。これじゃあクリアすればいいってことかな。なるほどね、これ普通に行けばいいってことか。あそこに本がある、あそこに目がけていく。はい、おーい、お前まずは。はい、うまっ、おー、うまい、早く来いってお前も。はい。はい、下手。これね、ちなみに落ちるとクソだるいです。また戻んのかよこれ。めっちゃめんどいこれ。待って、そのままぴょんぴょん行っちゃおう。はい、あー、来たー、一発クリア。マジかよ。いや、うまお前。いや、お前らがアスイチック下手くそすぎるやって、特にポンタ。いや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 、ちょ、俺行きますよ、見ててください。あー、待って。エレオちゃんもやってみて。いくよ、ほい。おい、ザコお前ら。じゃあマス目で言うと最初が4マスです。4マス最初に持ってくるのちょっと性格悪いよね。いや、最後4マスよりはよくね。最後4マスの方が勢いやっていけるから。いや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 、何回でもチャレンジできるやん最初なら。これ3マス1上だからね。ほい、ブチさんそこよく行ったよね、結構遠いんだよここ。いや、もうあの止まんないで行ったらいけるんよ。ほい、おー、ナイス、イナオちゃんも来た。オーケー、これた。おお、ナイス。これ難易度結構優しめにしてるから。それいける気しねえこれ。バニーホップするんだよその場で。バニホがねむずいんだよね俺。バニホってさ、ギリギリでやればいいの。できるならね。ダブルジャンプみたいなイメージ。ハクション。あ、ちょっと待って、いいよ、死ねえよおい。ふざけんなお前、何がハクションやおい。くしゃみなっちゃって、ごめん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 。絶対殺してる。いけねえ、4マスむずい。弓矢で撃ってあげよっか、ノックバックついてるよ。あ、なるほど。よし、いいよ、ここ立ってる。俺撃ってやるから、ほら、ジャンプしたと同時に俺が撃ってやる。あ、ちょっと待って、じゃあそこどいて一回。え、したらお前いい。え、まあいいよ、じゃあ、じゃあいいよ、じゃあいいよ。ちょ、後ろからやりたい。うん、それでいいな。はい、いったお前。あらかじめ言うと、これひなことポンタでもできたそれなんで。あ、そう、二人ともできましたよ一応ちゃんと。いや、じゃあじゃあ今のところ意味以外できてるんやって。お、取れるか。はい、余裕。おー、ナイス。金あらー。わーお前落としやがって。おっせえな、また一人か、ずっと。じゃあ、じゃあ、うちら行く必要ないからね、ぶっちゃけ。うん、行く必要ない。それはそうなんだよな。じゃあ、本読みたいと思います。くっそー。行けなかった。俺はバカだけど、用心深い。伝説のパンプキンパイは、このメモを解かないと、見つけられないようにしておこう。最強の謎作り職人に、最強の謎謎を作ってもらった。4つの漢字が示す場所に、伝説のパンプキンパイはあるというのだが、俺はバカだからわからない。どこにあるんだ。お、なるほど。なんかね、図形。図形？それ多分合流した方がいい。うん、じゃあちょっと降りてきて。謎作り職人に作ってもらったらしいですよ王様は。さあさあ、できるかな。はい、
と、この4つの漢字が示す場所に伝説パンプキンパイがある。でこれとこれとこれとこれ、え、これ穴埋めじゃない？え、ね、ポンちゃんポンちゃんなんで真ん中あるのこれ？ええちょっと待って、一回一回返してそれ。じゃじゃじゃポンちゃん、なんでなんか答え書いてあったみたい。いや答え書いてあったよね今。これやっぱポンちゃんポンコツすぎるよこいつ今日。違う違う。山笠右手。山笠右手、まあ、そっからさらにね、4つの漢字が示す場所でしょ。山笠右手、わかるかな。とりあえず俺あっちの山行ってくるわ。いやどこの山行くわ。いや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 一緒に行動しろよ。これ並べ替え必要。これ並び替えはいらないです。ちなみに三三笠の三三山山三、なんか三三三なんか そういう言い方な気がする。いやだよね、そんな感じするよな。右手ってなんだ、右手のにあるってこと。おー、なるほど。お前顔ブスだな。なんで急に。イムさんちょっとさっきめっちゃいい線言ってたよね、ポンちゃん。うん、めっちゃ惜しかった、イムさん。まあなんか漢字に音読みと訓読みがあることに気づいてることがめちゃくちゃ優秀と思う。右手ってなんだ。右手、う、うしゅ、右、う、三下打て。三下打つ。海賊かこれ、海賊の話かこれ。惜しいね。いや結構惜しいんだよな。惜しい、示す場所だから三下か三三か山三っていう場所があるんだよ多分。三三ってつくのってだってひなこシティしかないよね。まあそうだな。ひなこの右手、三三シティの右手にあるってことかな。さあどうだろう。うん、一旦右手行ってみる。まあでも確かわかんないからな、一応行ってみるか。さあどうだろう。とりあえず、まあ、海賊船でないことだけは確かった。それは確か。三下打てじゃないか。いやでもなんかもう右手っていう書いてある時点で多分手があるところイコール誰かの銅像やろ。どうだろう、わかんないね、おばちゃんね。うん、わかんないっすね。うちらは知らないからね、王様の隠し場所、うん、嘘つけこの野郎お前。さあじゃあ右手にここで到着しました。右手なんかある？何にもない。おー、右手じゃないじゃん。あった、どこ？あった、これだ。おー、あった。おー、お、何もねえな。なんだない。何もなかったか、そっかそっか。あ、そっか、何もないか。あるじゃねえかよ。あったぞ。やっと見つけた。お、ようやく人が来てくれた。あの王様に謎を作ってから1年もここで待っていたんだ。伝説のパンプキンパイは去年のものだからもうカビだらけだけど、それでもいいならあげるよ。お、さあハロウィンパーティーを楽しんで。おい、なんで新しいもの用意してんだよこの野郎。なんでカビ生えてんの。いやだって違う、王様王様だから、知らないから、俺たちは知らないから。ふざけんなよ。じゃあ、はい、ところで本当だ、カビのパンプキンパイゲット。微妙に伝説のパンプキンパイって書いてあるね。本当はそっちそうだ。あー、イメさんそっち取ったんだ。じゃあやった、俺伝説のパンプキンパイ。名前違うのこれ。俺伝説のパンプキンパイだもんね。2つとも同じかと思った今。さあところで全員じゃあパンプキンパイをゲットしましたね。はい、ついに、はい、やっと見つけた。まあでも、まあ、まあ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 の難易度だったかな。いやそうだね。いやお前らだいぶ苦戦してただろ。はい、じゃあということでハロウィンパーティーの締め、パンプキンパイ食いますかみんなで。じゃあハロウィンパーティーに皆さんでちょっとやってほしいものがあるんですよ。何？これをね、せっかく作ったから。あ、これか。なるほど。みんなで乗って今日の感想をまず言いたいです、乗りながら。オッケー。あー、やばいやばいやばい。あー、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 あー。はい、じゃあ感想タイム。はい、じゃあ感想、えひなこからいきます。はい。あれが面白かった、あの並べ替えるっていうシステムが大好きでした。おお、やっぱあれの好きだよね、ひなこちゃん。最高のハロウィンパーティーありがとう。はい、次ポンタ。ポンタ、ポンタいきます。なんかマジ普通に宝探し、トレジャーハントみたいな感じでめっちゃワクワクして結構ちゃんと楽しみました。はい、次イム。はい、終わる前にね、終わる前にね、謎解きがね、いい感じに難しくてね。はいはいはい、めっちゃ良かったよ。本当にだからすっげー迷って楽しかった。楽しかった。じゃあみんなで食いますか。そうですね、食いましょうか、はい、ようやく手に入れたこのパンプキンパイをみんなで、掛け声、ハッピーニューイヤー。あ、じゃあハッピー、いやいやいや、なんで、あまりにも早い。ハッピーハロウィーンで食おうぜ、いきます。オッケー、ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。おー、食べてないやついない。お腹いっぱいで食べれない。は、おい、こいつ、あー、いたー。ハッピーハロウィーン。